はい、こんにちは。今日ね、ちょっと発売日から遅れて、このメグインさんのね、出された YouTube で小さく稼ぐ、この本がね、届きました。で、早速これ読んでみたんですけど、すごく読みやすい内容になってます。もうね、さささーっとあっという間に読めましたね。はい。でね、結論から言うと、これは、すごくね、基本的なね、本当に基礎的な、内容になってますんで、これからね、YouTube を始めよう、動画投稿しようと思っている人とか、最近始めた方、それからアカウントは持ってるんだけど、動画アップしようかどうしようか悩んでるような人はね、ぜひとも一回ちょっとね、読んでみてもらいたいなと思います。でね、メグインさんが今までやってこられた、いろんな苦労話も、中には入ってるんですけど、さすがに全部ね、メグインさんの、これまで、活動されてきた内容を、本にすると、さすがにね、この厚さには入らないですよ。なので、すごくね、本当に、エッセンス、本当にエッセンスが抽出されて、この中に集約されてるって感じです。でね、もしね、一回これをもう読まれて、で、いや、そんなことを知りたいんじゃないんだと、もうちょっとその先を知りたいんだって、もし思った方がおられたら、もう多分ですね、その方は結構ね、もう YouTube の常連さんだとか、もう動画の経験アップがね、豊富だとかって、多分ね、そういう人だと僕は思いますね。なのでね、全くこれからアップしたいんだと思ってるんだけど、どうしようかとかね、もう始めたばっかりだっていうような、初心者向けに、本当にね、出来上がってる、教科書本だと思ってもらえればいいのかなと思います。で、私もね、4ヶ月と、今日でだから26日目になりますけど、意外とね、自分ではね、いいと思って平気でやってたことが、メグインさんのこの本によると、どうも逆の効果を出しちゃってるみたいなところもあるっていうことにね、気づかされたり、結構しました。なのでね、私はね、このメグインさんのこの本を読んで、よかったなと、思いましたね。本当にね、冷静に読めば、当たり前なんだなっていうふうに思うんですけど、自分でこう動画をね、日々こう投稿してると、意外とね、自分では分かってないこと、気づいてないことがね、意外とあるんだなと思いましたね。なのでね、これはそういう意味では、始めたばっかりの人とか、ある程度時間が経ってる人も、これを見ると、あ、そういうことかと。いうこととかね。あとなんで自分のその、チャンネルの再生回数が上がらないとか、チャンネル登録者が増えないのかというところの分析とかにも、使える本かなというふうに思いましたね。なので、これはね、本当にテキスト本だと思って、持ってるっていうのはいいかなと思いますね。はい。で、もう一回繰り返しますけど、すごく読みやすくなってます。そんなね、ダダダダと活字がね、もう羅列してあるっていうんじゃなしに、本当にね、このバランス、もさすがメグインさんですね、バランスのいい、文章のその構成、それからイラストも入ったり、どこまで言っていいかちょっとわかりませんけど、メグインさんが投稿されてる動画のサイトをね、QR コードでね、貼ってあったりしてね、それをパッとこう、QR コードで、読み取ると、動画を見れるとかね、結構ね、面白い仕掛けなんかもあったりして、さすがメグインさんって感じの一冊になってます。はい。そういうことで、これから YouTube を始める人、始めようと思ってる人、始めたばっかりの人、自分の手元にテキスト本として一冊持っておかれるのはどうでしょうかね、ということで、今日届いたメグインさんの、本を読んでの感想を述べてみました。
よかったら皆さん本当に YouTube やってる人ね、本当に一回読まれたらどうかなと思います。それじゃあまた。